ดีใจครับครับThank you.
ました。セカンドステージ、始まりました。1曲目はですね、もうあの皆さんよくご存知のイエスタデイ・ワッツ・モア、カーペンターズのイエスタデイ・ワッツ・モアでございますが、あの今回のライブ、Now and Then、ユニオン・ナイトという名前を付けさせていただいたのも、この曲のような、この曲のですね、テーマのようなライブやりたいということで、そういう名前を付かせていただいております。で、2曲目はですね、ありがとうございます。この硬さがですね、高評価につながってるんで、ありがとうございます。もっと硬くいきますので、ご容赦、覚悟しておいてください。2曲目はですね、1980年の山下達郎のライドオンタイムのアルバムの A 面の1曲目でございまして、1980年っていうのはですね、ちょっとここは、真面目な話聞いてほしいんですけど、私大学に入った年でありまして、大学1年の時にキーボードの高松さんと一緒にバンドを組んで、最初に共催で演奏したのがこの3名でございまして、懐かしのユニオンということで、今日は実はその時にベースを弾いてくれた中田くんというですね、同級生が、来てくれておりまして、元オンベース中田博之。中田元気？ということで、今年山下達郎さんが、今年というか最近ものすごく再評価されてまして、昔のアルバムが8枚、LP とカセットテープで、再発売されるということになっておりましてですね、本当に、この今ご紹介した1980年のライドオンタイムの次に発売されたのが1982年の For You というアルバムで、鮮やかな青色のジャケットがですね、皆様方の頭を今よぎったんではないかと思いますが、その For You から、一曲やってみたいと思います。スパークルのイントロをお聴きいただきました。ありがとうございます。私の海はどこへ行ったのでしょうか。お金返しません。で、今日はですね、スパークルをやらずに、その For You のアルバムの A 面3曲目に収められておりました曲を、やっていきたいと思います。闇を濡らしてた雨音、かすかに思い出して
スパークルは別の機会に撮っておきたいと思いますので次回のライブでスパークル来たい方はぜひ足を運びください。じゃあちょっと私ギター持ち帰るので高松さんここでちょっと MC を譲ります。失礼いたします。今日はサンプラザで達郎がコンサート今やってる最中です。あ、ありがとうございます。そして今日はサンプラザの閉館日です。あ、そうですね、最終日です。ありがとうございます。あのこよなく愛するあの達郎さんはサンプラザを愛してましたんで、ね、この日の閉館日に当ててコンサートを、ね、ありがとうございます。いや、あの達郎さんとね、今あの共演してるっていうか、もう向こうね、向こうは中野でやってます、こっちは銀座でやってますからねみたいなね、だからなんだっていう話なんですけれども、嬉しくて、ありがとうございます。たくさんコメントいただいて本当に嬉しく思います。私が喋らなくても本当に、あのそもそもね、無茶振りで振られてたんで、そうやってお話しいただくと非常に話がしやすいんで、そのまま一緒に、何だったら一緒にお話しちょっと喋ってみました、ごめんなさい。いや、ありがとうございます。強すぎて、ありがとうございます。あのそれでね、あのトド城和っていう名前になっちゃったんですね。もともとトド、あの昔はトドバンドっていうのをやっていて、それがあの私が出たり入ったりしていろいろあって、でいつの間にかあのまた復刻した時にはトドのバンドっていうバンドで、志村さんと最初2人組ぐらいでやったんですよね。2人でね、なんかアコースティックっぽいことでやりだしたんですけれども、気がついたら同期の伊藤さんが入っていて、でさらにはドラムが欲しいってことになって、あのちょっと若い加瀬さん、ちょっと若い加瀬さん、そしてあのボーカルをですね、いつの間にか今日赤い2人が入ってらっしゃって、本当に今日もう赤いお二人に赤いライトが入って、もう真っ赤っかな感じで本当に、私の心も真っ赤っかに、あのハートが燃えてくるっていう、そういう感じになってるんですけれども石原さんがこうやってるとチューニングが終わるんじゃないかっていうことで、大丈夫ですか。ということでですね、トドジョーカーズこの後もご贔屓によろしくお願いしたいと思っております。いや、ありがとうございます。はい、MC 高松大輝おキーボード、はい、ということで、次の曲に参りたいと思います。1980年、82年の曲をお届けしましたが、次の曲はまた古い1981年、ある大御所のですね、もうあの曲をですね、去年、ジュジュさんですね、ボーカリストのジュジュさんがカバーをしたアルバムがございまして、そのアルバムから1曲お届けしたいと思います。
ました。ここでボーカルを紹介したいと思います。オンボーカル平田のり子、同じオンコーラス本郷弥生、本当に残念なお知らせがあります。ボーカルのお二人はここでお休みいただくことになります。絶対そう言われると思ってました。ブーイングしてる人もいます。ちょっとお二人の喉をお休みするためのお時間いただきまして、二人に退場になります。お二人に盛大な拍手をお願いします。いや、あの全くステージ上から花がなくなりまして、薄暗い感じのステージになって、大変恐縮でございます。あのぜひ、この間にですね、演奏はしておりますけれども、ご歓談したりお酒を飲んだり食事をしたり、幕開けの時間と同じようにお使いいただければ幸いかと思います。この時間、この間の時間にインストの曲を2曲、お届けしたいと思っておりましてですね、まずその1曲目は、まあ、これもまた固い話しますけど、ジミー・ウェブっていうですね、アメリカのめちゃくちゃ有名なシンガーソングライターがいて、サヨナラ・フェニックスとかいうですね、あの有名な曲があるんですけども、そのジミー・ウェブが書いた曲を、例えばリンダ・ロンシュタットとかいろんな方がカバーしてるんですが、その曲を、なんとジャズギタリストのパット・メッセーニーさんですねが、チャーリー・ヘイデンさんと組んで、出したアルバムの中でカバーをしておりまして、その曲をちょっと僭越ながら1曲ですね、ここで、演奏させていただきたいと思います。あのどうぞ遠慮なくご歓談したり、お酒を飲んだり、料理を頼むなり、外出て空気を吸うなりですね、していただければと思います。幕開の時間でございます。こういうギフトは
ありがとうございました。あの幕開の時間でございますので、あのご談笑いただいていても結構でございますので、酒飲んだりこの幕開の時間とお付き合いいただければすごいもう一曲ではこの幕開の時間を利用してもう一曲やらせていただきたいと思いますが、あの実は本当にご簡単なんで、まあ、いいや喋るよ。次の曲はですね、喋ること忘れちゃったんだけど、今年実は私中1の時にギターを親にせびって買ってもらいまして、私事ですけれどもギター弾き始めて50年、まあ50年弾いててもこんなもんかと、いうことなんですが、やっぱりなんか50年弾いてきた自分を振り返るとですね、やっぱこの曲ちゃんと弾いてから死にたいと、墓に入りたいという曲がやっぱり一曲ございまして、どうしても今日この場でやらせていただきたいと、お耳汚しではございますが曲やらせていただきたいと思います。ラリー・カルトン、ルーム325。
修行します。よろしくお願いします。はい、それではですね、幕開の時間はこれで終わりでございまして、歌い手をお迎えしたいと思います。オンローカル平田のりこ。Thank you.
代表曲の Cross to You をですね、これはあのパリスマッチバージョンと我々のパリスマッチという日本のアーティストがカバーしたバージョンを聴いていただきました。これで、幕開けの時間も含めてセカンドステージ、ラストの曲でございまして、クイーンでも何度もなく本当に最後なので、よろしくお願いいたします。最後の曲もパリスマッチで A に感謝したいと思います。ありがとうございます。
ロガーズの演奏はおめでとうございます、この後ですね本当に満開の時間でございます。びっくりご感動いただいて、第3ステージに備えていただければと思います。3部にご出演の皆様は楽器をご準備いただきまして、ステージの周りにですね、ご参集ください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。